DJ サイレントーン MC プレイプレイヤー地下の K 桜坂スキャングスターシーよアジアの島国大陸から見れば神風武士の国白く染まるため息を殺しでまつわるそれぞれの道の愛優しさ買うしかないなら力つけるそれしかないから嘘本当見分ける左右の目未だ分からぬ自分の左右の目見捨てないで神はミスターデイフォー。お疲れ様です。お疲れ様です。本日は那須川天心さんと武選手の、はい、試合がフジテレビ放送中止になるんじゃないか。それは決まったんですよね。なぜっていう、なんか会社的な問題なんですかね。なんかコンプライアンスに引っかかったのか、何かがあるんですかね。これ大晦日でもやんないってことはもうやんないんですよね。やばいですね。ペーパービューでやるんですかね。そのペーパービューもドコモの会社がやるかですよね。でもライジンの時、地上波の時はカットがいっぱい入っててペーパービューはそのままライブ配信で。ああそうなんです。金太郎くんの時そう。そのペーパービューは どこで、あのライジンのホームページから飛んでって、でそこでまあ視聴するって購入して、じゃあライジンがもう自分のとこで放映してるってことですよね、はいはいはい、あとスーパーチャットとかも、なんか自分の好きな選手に投げ銭できるみたいな、一生懸命金太郎くんに投げ銭したんだけどなかなかできなくて、なんですかね、このフジテレビ放送中止。金額は合わないんじゃないですか。あの井上尚弥選手 あのボクシングの試合も結局テレビ中継とか最近やんないですよね。金額は合わないんじゃないですかね。放映権も昨日の試合とかだとやっぱ両方の選手のファイトマネーがやっぱ莫大じゃないですか、それをどうやって払うかですもんね。井上選手ぐらいになるとでもアマゾンプライムだからガーファですもんね。そうです、大企業ですもんね。ライジンとかやっぱり日本でやりますから ね、それがベガスとかでやれば全然 ね、やっぱり日本人は少ないですからね、人口自体が。あ、格闘もうそうですし、日本の人口自体が少ないじゃないですか。そうですね、はい、アメリカとかだと全部ほぼ格闘技ペーパービューじゃないですか。HBO とかがペーパービューでやって、1995、96年の時代で、あの25年ぐらい、30年ぐらい、その時代でペーパービュー1試合がだいたい50ドルぐらいだったんですね。でその頃が180円ぐらいだったと思うんですよね、あの1ドル、1ドルが、それで、あの刑務所の中でもやっぱ放映するんですけど、刑務所もだからペーパービューを買って、でそれを映画館でみんな、あ、映画館じゃないや、全部のテレビに映ってたんで、テレビでみんな見てましたね、テレビルームで、じゃあこれから格闘技の試合とかボクシングの試合とかはもう地上波ではやらないで、もうペーパービューみたいな、インターネットで。わかんないですけどライジンとかの金額、選手のファイトマネーとか聞いてると、そんな高くないじゃないですか。あの一時昔プライドとかやってた時代、あの時はノゲイラとか日本に来てたじゃないですか。であいつらに聞くと1試合2500万ぐらいだったんですね。今みんなそんなもらってないですもんね。ギタゴ君からちょっと聞いたことあるけど、そんなにもらってないですね。そうですよね。だからそういうんだと、まあ、合うんじゃないですかね。やっぱ体かけてやってるんで、そうですよね、安いとかわいそうですよね。その試合だけじゃなく、その試合前の何ヶ月も前からずっとやってますもんね。そんで試合でもしかしたら何か怪我したりとかも、タケル選手のお話でいろんな情報が、そうですね、みんなやっぱ名前が売れるとだんだん人間性が変わっていっちゃうんですね。やっぱお金にまみれちゃうのかな、勘違いしちゃうんですかね。有名になればなるほど勘違いしちゃうんですね。どうなんですかね、やっぱその人間によって違うと思います、いわゆる天狗になっちゃうんですか、ね、そういう人の方が多いのかもしれないですね。でも自分が知ってる人たちはもう何も変わらないですけどね。Kさんのその中にある人間の器っていうのがあると思うんですけど、持ってもらう、あ、この間もその器の話したんですけど、私ちょっと違う意味で、その人の器で
底辺にいる時とそこから底辺から這い上がってすごく超有名になった人でも、その器の大きい人っていうのは下にいた時と超有名になっても全く変わらない、同じに接することができるっていうのが自分はできた人間だっていうふうに自分は思いますかね。全然話変わっちゃうんですけど、黒川さんが翼の党 の、はい、あの参政党に公開質問状を出したんですよ、うん、でそれで結構黒川さんのところ炎上しちゃって、まあ売名行為なんじゃないかとか、うん、まあ、質問の内容も政治的なお話じゃなくて政策的なお話じゃなくて、なんか個々をちょっとつくような感じの内容だった、うん、どういう意味ですか。黒川さんと、ね、参政党と本当は一緒に、ね、合体してやってもらいたかったですけどね。結構黒川さんからいろいろ教えていただいてすごい勉強になったじゃないですか、ね、世界の情勢だとか、ね、経済の話もそういうことを黒川さんから教えていただいて、言ってることとその参政党の言ってることを結構合致するところがいろいろあって、うん、方向的には一緒そうですね、はい、だろうと思ってたんですけどね、うんうん、なんか全然黒川さん違う方向でちょっと賛成と思って続いてて、うん、どうしちゃったんだろうと思って、うん、せっかく黒川さんの評判はこう一緒に賛成と一緒にこう上がってたんですけど、ちょっと今下がっちゃってますね。自分の周りもやっぱ黒川さんと賛成党しか今の日本で、ね、うん、あのよくできないって言ってたんですけどね、昨日1ドル133円になってましたからね、はあ、すごいですよね。120円までいくんじゃないですか。あ、120円じゃない、150円、150円いったら結構やばいですね。物の値段がもっと上がりますよね。そうですね、もう昨日日銀の話もしてましたけど、絶対にそのまんまの状態でいくって言ってますもんね。黒田総裁もなんか国民は値上げを受け入れているからこの状態で、あ、でもそれなんか昨日訂正しましたね、謝罪かなんかしてなんか言い訳をしてましたね。なんか受け入れないですよね、この大変な時は、うん、このまんま行くと海外と日本との差がどんどん開いてくるから上がるんですかね。で昨日すごい円を売る人がすごい多かったんで一気に133円いっちゃったんですよね。やっぱアメリカのドルを買った方がいいからですよね。そうですね、今海外行ったら日本人をいっぱいお金持っていかないと旅行も行けないですよね。大変ですよね、はい、100万円両替したらだって70何万ぐらいしかないですよね。そうです、20何万少ないですからね、うん、ちょっとでかいですよね。でかいですね、うん、一時106円とかまで103円とかもありましたからね。厚生労働省が出した死亡者数すごいですよね。今年戦後最大らしいですよ。あ、そうですか。死亡者数の増え方が、そのコロナでってことですか。なんか、ね、原因不明ですよ、ね、原因不明自体がおかしいですよね、うん、何万人って方が亡くなってる、それしかないですよね、原因は。そうですね、だからもうヨーロッパとか誰も打たないですもんね。そうなんですか。だってもうコロナって呼んでないですから。あ、そうなんですか。はい、日本だけ。だってもううちの女房の実家とかも、はい、打とうが打たまいが出入り自由だし、はい、何のそんな新パスポートも何もないですよ。そうですよね、この間なんかドイツでもそういうのが出たんですよね。もうヨーロッパみんなそうですね。なんか強制的に打たせようとしたけど国民が皆さん反対して亡くなっちゃったんですよね。アメリカもそうですよね、うん、日本だけどうしたんだ。日本は今なんか4回目になってますもんね、うん、なんか日本人、はい、北朝鮮にあげるって言ってますよね。でもいらないって言ってんじゃないですか受け取らないって言ってますもんね9億本余っちゃうじゃないですかあれ消費期限があるんですよね。そうですね。でもそれをもらってもそれをほらあれマイナス何度っていう冷蔵庫がないと保管できないじゃないですか。ただもらってもそれがないと保管できないですよね。廃棄しちゃうのかな。いらないっつってますもんね。ちょっとその今後のその辺の政治の方向性も気にかけながら見ていきたいですね、うんうん、岸田さんこの間なんか日本に来る留学生は日本の宝ですって言ってましたね。日本の大学生は日本の宝じゃないんですかね留学生が日本の宝になってます、うん、岸田さん。
6月10日からやっと、うん、でもみんな入ってこれますね。大丈夫なんですかね。入ってきたらまた増えるんじゃないですかね、うん、でももうみんな増えてもう抗体作ってもう普通のもう本当風邪みたいになっちゃえばうちの方が早いんじゃないですかね。多分ヨーロッパとかみんなそういうスタイルになっちゃったんですね。インフルエンザだってね、毎年打つ人と全く打たない人いるじゃないですか。ワクチン打ってる人の方がなりやすいらしいですね。あ、そうですか。っていうかワクチン打った時点でインフルエンザにかかっちゃいますよね。あ、で熱出ちゃいますよね。でそれでやっぱ打つ人というのもするだろうし、うん、そういうふうに考えてたんですよね、うん。先生は打ったんですか、病院行ったから。行く打てないです。あ、打たなくて大丈夫だったんですか。まあ大丈夫です。うん、もう打たないですね。うん、打たなきゃいけないんでしょ。医者に言われてるんだよね、証明書を出せって言われてる。打った。打ちたってしょうがないですよね。打たせたいの、うん、打ちません。なのに岸田さんの支持率 70% ってどういうことでしょうかね。目立たず言うこと聞かず、ね、そうですね、はい。だって今言われて、あ、そういえば今の総理大臣岸田さんなんだって思い出すぐらい影薄いですもんね。ちょっと思い出してほしいですね。うん、です7月、うん、参議院選挙ですか、と参政党にも頑張ってほしいし、坪田元の黒川さんにも頑張ってほしいし、いい日本を変えてほしいですね。はい、本日はありがとうございました。俺は俺の今を咲かせて散るだけだ。